これこの前の東寺園フェスタの第2回目の時買ったやつです。東寺園で売ってた3000円のやつ、これ3000円ですかな、あの最後の日だったんで。あ、そうか、 10% オフだから、うん、10% 引きになってたね。2700円。うん、これのね、いいところっていうとこの辺に模様が入ってるね。で、これの欠点、悪いとこ、ここでした。これ立ち上がりがまっすぐ、これがまっすぐ立ち上がってるからね、うん、ここでもう一曲入ってたら1,000〜3,000じゃ買えないと思うな、これ。そうですね、これはしょうがないんで、どういう風に作るかっていうことですね。作り方としては、こっち正面にした場合ね、この枝みんな取っちゃったから、で、文人帳に作るか角度変えて、はいはい、それか、もう一つ考えてるのはね、これこの枝生かす、こう、この上、頭がずっと下折り返してくるような形で、今回ね、あの文人帳にするのは早くできるけど、頭をこの枝を残して、頭をこうグーッと、こう頭をグーッと正確に折り返してこようかなと思います。一応ね、今回やることはこの葉っぱの整理と、それからあのシャリが入ってますね。これ3分の4分の1ぐらいか、この幅が。そのうちこのままにしておくとね、これくっついて、シャリなくなっちゃうと思うね。このシャリをね、もうちょっと広げていきます。シャリをもうちょっと広くしていって、それで上を折り返してくるっていうような形。正面はね、大体の正面です。これをこんな感じで正面にして、これまっすぐなんで左側に傾けて、枝抜きと葉っぱの整理で、シャリ付けまでやって、なんかもうそろそろ仕事のできる時期になってきたんで、強い曲げとかのシャリ付けのが今できると思います。葉っぱを整理してきますから、これちょっと時間かかると思います。はい、こういつもの通り、ここの枝の分かれ目は綺麗にしてきます。枝の分かれ目がはっきり見えるように。で、下へ出てる枝、これは外してきます。で、あと余分な、あの全部あの枝抜き終わってから、余分な枝をまた抜いていきますね。ここを枝の分かれ目、こう綺麗に取っていかないと、針金がうまく入っていけないですからね。枝の出方っていうのは、左右左右って交互に出していく。で、まだ葉っぱがあの完全に出来上がってないんで、なんか見るとただ伸びただけですよね。これ後で取ってきます。きちっとこう玉ができるような形で取ってきます。一応ね、取り方としては、これ 木質化してるところありますよね。必要なところはこの先端なんですよ。これをこういう玉状にしていきますん で、これもうちょっと詰めます。ここの必要なところは、ここの先です。グリーンになってるところ、これの集まりで心拍の棚を作ってきますからね。こういう元にあるのは抜いてきます。で、この先端がね、成長点になってますんで、こういうところをこうパシッて取っちゃうと、こう枝がダメになってきます。抜くんだったら、こういう一個他の成長点が残ってるでしょ。これここ木質化してます。ここの上がグリーン、必要なところはこの上ですので、先端の1個だけをこう抜く形。このブロック全部杉っぱになったでしょう。これはね、すぐ治らないんですよね。だから元の方にある葉は取って大丈夫です。ここは。で、この先端の葉っぱ、これは少し治ってくる。これ杉っぱだったらね、これ切っちゃダメです。これ切っちゃうと、先端を切っちゃうと、いつまで経ってもね、杉っぱ治らないですから。これ伸ばしておくんです、ずっと。で、ここも同じです。これ全部杉っぱでしょう。ただ奥の方は少し取っても大丈夫なんですよ、ここは。これです。先端は普通、杉っぱじゃない。この先端、これね、枝の細いところはだいたいね、はい、あの養分がいかないで杉っぱになってると思います。それとあと、こうやって下へ向いてる枝、杉っぱの場合は奥は少し取ってもいいですけどね、はい、先端は切っちゃダメです。で、治ってきてから切っていくような形。大まかな葉っぱの切り戻しが終わりましたんで、あの幹がずっと見えてきます。さっき言いましたけど、シャリの幅がまだ狭いです。長い間でこれくっついてシャリなくなっちゃいますんで、もうちょっと広げます。で、その前にやることは、まずこの木の掃除、はい、掃除やります。これね、あの真鍮のブラシ、はい、これで幹を掃除してきます。
そうするとこの繊維の流れというのはいくらか分かるようになってきますね。その繊維の通りに筋をつけて、で皮を剥いてきますね。ですからこの前に掃除やります。で掃除はね、こう上から下からやるとね、こう綺麗にしたところまた上からゴミが落っこってきますからね。ちょっと幹だけやります。結構大変なんですよ。壊せんじゃねえ、私やっちゃうかって。そして枝のこう先まで綺麗になるから。あのさつまいもの肌みたいな色になったでしょ。ここまで出しますからね。でこれ以上やると中身が出てきちゃいます。まだこれ木が柔らかいから、こういう青っぽいこういうの出てきちゃいますね。ここもあの芋肌って言いますけどね、つまいもの肌の色となるぐらいまで。古い木だとね、もっとこれが顔が何層にも重なってね、取れない場合あるんですよ。その時はね、あのピンセットで一皮ずつ剥いていくような形です。今これ真鍮のブラシ使ってますけど、これでも取れない場合はあの普通のスチールのブラシ、あれ使ってやりますけどね。だいたい掃除終わったんで、こうシャリどういうふうにあの筋道つけるかって、でちょっとね、私の心拍を作るための道具をね、披露しようかなと思います。これは普通のハサミとかですよね。あの小さい心拍ですとね、普通の市販の道具はちょっと買えないんですよ。大きすぎちゃう。大きすぎて、市販の道具ですとこういうこの辺の道具ですね、こういうのが入っていかないんですよ。こうシャリ付けるのに大きすぎて。で私はあのこう小さいやつやる場合は、あの自分で作ったやつをこういう道具使ってますんで、これは大きい方のやる、大きい木やる時の道具です、はい、とそのよりちょっと小さい木っていうのは彫刻刀、これ彫刻刀を使ってます。それは、ね、これ正国のやつか。これは先生がつけたんですよね。そうそうそう、これ刀を巻いたのは私が全部あの素手で止めて、うん、落ちやすいようにこう削ったんです。これ、はい、こういうのはちょっと危ないですかね。これとかこれ、こういうのはあのこうやって何にも支えなしでやるとザクって手切っちゃいますんで、私この間こう彫刻刀刺しちゃった、うん、必ずどっかこう止められるようにしとかないと。なるほど。あと一番危ないのはこれですよ。これだともう完全にざっくりありますからね。この辺は作ったやつ。この辺がね、これ自分で作ったやつ。これが、だいぶちっちゃいです、うん、皮を剥いだり、あと粗削りするときにこれ使う。あとは、一番今使ってるのがね、これ。際を、行き道と、それから車輪のところの境目をはっきりさせるために削るやつ。この角度がね、なかなか出ないんですよね。これだと木は削れないですからね。それからあとこれはね、ドリルです。ドリル、あの後ろの方削って刃をつけてます。これ全部心拍を、そうそうそう、扇風機を、そう、こんなに必要なんですか。あの大きさによって使い分けてます。なるほど。だいたいこの辺が大きいものですよ。あのこっちは筋道をつけるやつで、でこの彫刻刀がだいたい中くらいだ。これもだいたいこっち入るかな。小さいものはもうこれでやってます。え、最初どれ買えばいいですか。この大きさですとね、こっちはもう全然使わないです。なるほど。これで自分で作ったやつでね、全部間に合っちゃう。これが一番、うん、これが一番ね、あの使いやすいです。自分の手に合ってるしね。盆栽祭りでこれを販売しましょう。これ作るの大変だね。こう筋道つけてきます。最初何も知らない人ですとね、これチョーク引っ張ってこうぐるぐるぐるって。こうやって筋道つけて、はいはい、あの削る、そのまま彫刻刀で削ってきますけど、うんうん、心拍っていうのはこうグラスファイバー、あれみたいにこう繊維がこうずっとつながってるんですよ、はい、それを勝手にこう切ってっちゃうと繊維をこうどんどん斜めに切っていくんですよね、はい、で古くなってもっとシャリを広げようとしたらできなくなってきますから、繊維がもうつながってなくて切れちゃうんです。私のやり方は木に押さわりながらこの皮を剥いてきますから、このギリギリでずっとこれ上に線引っ張ってきますから、それで皮を剥きます。最初にこのこれはもう息止めてやるぐらいですよ。これ失敗したらもう、ね、全部枯れちゃうからね。そうなんです。こうやって線引っ張ってきます。繊維を、はいはい、こうや
例えばあの入るとこ失敗したら、うん、ここでやまればいいんですよ。こんな細いから靴じゃから、これがうまく入ってくればそのままあの皮を剥いていっちゃっていいです。ギリギリで枝よけてる。枝に株からこれ入っちゃっても大丈夫、半分ぐらいならね入っちゃっても大丈夫、私入れちゃいますよ。大丈夫です、半分ぐらい残ってれば、うん、枯れないで残りますよ、大体ここに入ってます、枝の上に。枝にも、うん、もう繊維が入ってるから、そう、繊維の通りに切ってるから、うん、あのこう生きるんですよ、ほら直で繊維引っ張ってぐる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 って、ね、螺旋状に削ってたんですけどね、うんうんうん、あれだと長い間にうまくこの水水が一本なんないです、はい、最終的にはこの水水一本の方が綺麗に見えますからね、この水系最終的にもっとどんどん水水広げることできます、あのシャリをこのままに、うん、いや広げていくと、もう木に教わってね、こう線つける時はね息止めないと手が震えるから、そのぐらいのやっていかないとダメです。力入りすぎて余計なところまで削っちゃったら、そうで、これはただ皮を剥いてるだけですからね、はい、この後には心拍が板状に幹を削ってきますんで、ね、今はできないですけど、はい、1年か2年置いてから少しシャリのところを板状に削って、でもっと水数を細くして、うん、これ先生のやり方って感じですか。そうそうそう、私のやり方、はい、人によって違うんですかね、やっぱり人によってあの普通の人だとこうチョークで線引っ張って、うん、その通りあの彫刻刀で削っていく。だから私彫刻刀はあんまり使わない、うん、この自分で使ったやつでほとんどやってますからね、うん、こっちの方が自然かもしれないですね。で自然、うん、絶対あの木に逆らってないから、はいはいはい、水性細くしてもね大丈夫なんですよ、こんな行っちゃうんですね、綺麗になるな、このこんだけ向いちゃうの、こんな行っちゃうんですね、自然に向けてきますからね、ここにね。これ夏場にやるとね、ずらーっと全部取れちゃう、変なとこ行っちゃうから。すごい。でね、ここ一番下、ここはね、少しあの残します。この皮を、じゃないとこうシャリに腐り入っちゃいますんで、腐っちゃうからこの生きてるとかちょこっと下の方残しますから、もともとあるシャリにつなげた感じですか、今。そうです、これはね、シャスのシャリうまく入ってるから、はいはい、あの無理してね削ってないからちゃんとこういってますよ、これ。広げてるんですか。そう、あ、このね、ケアはもう取れないからくっついちゃって、はいはい、これ削ってるんです、これケアすると剥けていかないです、これここの部分、もともとのシャリですか、うん、そうそうそう、もともとシャリの近く、ここがうまくここに剥けないから一応削っちゃいます、これこれだけ削ったら、冬場保護しなくちゃダメかもわかんないですけどね、一番細いところで、この方、うん、あ、ここだけですか、うん、ここだけこれで来てる、最後はこのぐらいの細さでも生きてますからね。へー、どっか枯れる枝とか出てくるんですか。枯れる枝は出ないですよ、こうやってだけ出ない、ここの水水通ってるところ、ほうほう、先端で結構きつくなくやったりしたら枯れるけど、うん、この通ってるところは出ないです。で、ここはこれ完全にこの枝を通過しますから、これ、うん、この枝は犠牲になります、うん、こんだけやっぱりシャリ作るってことはこの木がもう太らない、太らない、うん、太らない、それこれただ今これ見ると、うん、このシャリが丸みきでしょ、丸、はいはい、こう丸、ただ皮を剥いただけ、はい、これじゃまだ完成じゃないですかね、はい、あのこう板状にさらにまた削ってきますから、この皮を剥いたばっかりのうちはそれはできないけど、うん、1年ぐらい置いてからこのシャリがもうちょっと固まってきますから、はい、そしたらまた削り込んでいく、あの削るっていうか今みたいに線状にあの引っ張って剥いていきます、はいはい、
彫刻刀で削るんじゃなくて、はい、元のとこにささくれ出してささくれをやっとくとか、うんうん、こういうペンチで、あ、それもじゃあ今みたいな感じで、そうそうそう、そうすると全然木に逆らってないでしょ、で板状になって自然なシャリが、そう自然なシャリ、例えばこういうとこで急にこう曲がったとこあるんでしょ、はい、それ彫刻刀で削れないですよ、あのこれもっとこう鋭角になったらこの内側、はい、その場合は ここに彫刻刀でささくれ出して、うん、切っ張って、ですからね、あのシャリ付けっていうのはね、もう1日10センチで切ればいい。1日10センチ。これはあのシャリじゃないですからね。うん、皮剥いただけね。これはまだシャリじゃないんだ。うん、心拍やる場合はね、うん、どこまでやったら枯れないで済むか、そのギリギリまでやらないと、うん、その厳しさって出てこないんだ。これ今ギリギリなんですか。うん、ギリギリだね。ギリギリ。もしかしたらこう一番細いところね、こう水が上がらなくて上が枯れちゃうかもね。そしたらそれなりにまた作り方があるから、こう下は枝が2本残ってる、3本か。じゃあ怖い人はあんまりここまでやりすぎない方が、ここまではねちょっと やりすぎかもわかんないけど、入ってたらしょうがない、上にそこまで行っちゃったからしょうがない。これもし不安だったらあの途中でやめてもいいんですよ。でこう変なとこ入りそうだったらこの線だけでやめといて、うん、別のところからまた、そうそうそう、これはくっついちゃうからどうする、うん、その枝が犠牲になってる、うん、水水がここに切れちゃってるからね。あ、その下の部分、これね、これほら、でここも確実に、うん、これはもう使えない枝になります。これ、うん、これこれでいいんです。うん、シャリ入れる時期は夏は避ける、夏はやんない、あんまり。これがこうくっついてるでしょ、こうくっついてる、夏やるとこれがつるって動いちゃう、これ簡単にめくれますもんね、うん、冬だとこれがしっかりくっついてるからね、うん、少し強い仕事やっても大丈夫。それで皮を剥く時でもね、スーって他のとこまで行っちゃう、これ夏はね、あんまり強い仕事はやんない方がいいよ、うん、半分以上はこうシャリが入ってます、これ。ここまで皮がありましたからね、これね。で、ここを向けて、このシャリの流れっていうのが見えるようになってきたと思います。あと削るのは、この白いとこ取っていって、こうもうちょっとあのこれを浮き出させる、そういう仕事になります。ちょっと心配なのここ。多分大丈夫だと思います。もう完全に水吸い1本です、これ。これ1本じゃないと、ね、傷むきできないですよ。結構両サイドに入ってるのあるじゃないですか。あれだと両サイド入ったら板引き真ん中削るしかないですよ、うん、こういう曲がり の、はい、あの動き出すためにはね、うん、だいたい真ん中残すんですよね。つなげて、うん、残りを残すしか選択肢がない、どっちか取るか。そうですよね、うん、こういうふうにあの水吸いを切ってあれば、うん、どっちか取れるんです。なるほど、真ん中裂くこともできるし、あと今これ皮剥いただけですから、うん、この水水とこのシャリの境目ってあんまり綺麗にできてないですよね。こうちょっとね削ってきます。これここはなんかボケた感じでしょ。これの綺麗に取れてるところはこういうふうに綺麗に取れてる、そうにこういうところも綺麗にこうすると、あ、こういうところ、うん、ここから毛羽立ってからこれ綺麗に取れてないんですよ。なるほど、もっと綺麗にあの取ってきますから。じゃないとこれ心拍っていうのはこの皮がこういうふうにあの、うん、こういう噛んでくるような形で、はいはい、それからここにね、この境目にあの切り込み入れていくんですと、はい、そうするとここ皮がこういう形で巻いてきますから、あ、内側に、うん、これもちょっと切り方悪いからこんなちょっと平らになって、これがもうちょっとこう巻いて、ここ切り込んでおくともうちょっと巻いてきますから、ここに、ここにささくれを出して、うん、で、パッて削る、削るじゃん、ほらほら、むけてきますから、これこう向いてきますわ。全然木に逆らってないでしょ、これ、うん、これ全部やってきますからね、ちょっとあの今日は全部はできないんで、うん、やりやすいところだけ今やってますから、これは
際のところだけ先やっとくと、ね、そう、際、この際と、うん、もう一個しあるわけですよ、こっち側逆側ですね、この際、うん、そしてこの際だけずっと削っていくとこれが浮き出してくる。なるほど、ここ立体的になる、うん、板状になって、うん、でそういうふうに両方から取っていくと板引きになるという。なるほど。普通彫刻刀だけってこう取っちゃう、はいはい、これ取っちゃった。これ取っちゃったら板状にならない。なるほど。これがこういう板で紙テープのこう動き、あれのようにこう動き出さないといけないです。なるほど。こうちょっと気が取りましたけどね。こういくらかこう流れが出てるでしょ。もっと薄くしてきますからね。もっと時間かかるんで。次は削って持ってきますよ。強く削っていくのは1年後とか言ってたじゃないですか。うん、今は細かいうちやったから、うん、だいたい1年後にやった方がいいと思いますよ、こういうのも、うん、これが今やるのはこうちょっと水を入れる、そうですね、際の部分、うん、そうするとこれがこう丸く巻いてきますからね、うん、この際を90度にこうずっと取ってくる。厳しく作業するのは、うん、ちゃんと固まってからのがいい。そう、うん、固まってからのがいいです。大体シャリ付けっていうか皮むくのがここまででいいですかね、うん、そうですね。で次ね曲げますから枝を整えて。なるほど。それらしく作ってきます。で今回は川崎流シャリ入れ、うん、一回では終わらないんでね。これね、心拍の正面ってのはこの水水が見えるとこ正面にしないとダメですからね、はいはい、こっちこのぐらいで、ね、これ結構見えるかな、うん、ここだと見えなくなっちゃうかな。これ正面にはなんですね、立ち上がりの水水が見えるところ、うん、でもシャリ入れるのにも先にやっぱ正面決めてからってことですよね、うん、そう、ありがとうございます。はい、カバンです。カバン、ちょっと出かけるときとかに携帯とか財布とか入れるのにちょうどいい。ほくな、そうです、買ってください。あ、いいの、あげます。じゃあ、もらって使って先生、グッズいっぱい持ってる。使ってください。